こんにちは、札幌占い連載回しのことです。グレージュのカラーをちょっとやっていきたいと思います。根元の方は、今回スローを使っていくんですけど、思い切ってブルーを使います。でブルーを使うんですが、根元の方伸びてきた時に目立ってしまうので、根元の方は、グレーカラーの、ナチュラルの3番を一緒に使っていきます。配合としてはブルーとナチュラルの3番1対1、それをまず根元塗ってから、それあとコインで、オキシを残ったカラー剤に対しての2倍のオキシをプラスして毛先を塗っていくっていうような単純なやり方です。はい、では早速やっていきます。縦面で何本か、まあ、平面にするよりはちょっと立体感あった方がいいんで、根元の薬をそのまま直で、あんまり太くしない方がいいんですけど、ポイントで何本か入れます。でそれから、まあ、これをメッシュみたいな感じでちょっと入れていって、残った薬にオキシ倍増っていうような感じにしていきます。こう見たときに、なんかこう全体見たときにちょうどいい位置になるように入れていきます。
で大体バランスよくこう、できたら、ここからなんですけど、このオキシの量を測っていただいて、この量に対して等倍のオキシを混ぜて毛先に塗布していきます。ということは染料が薄くなりますよね。でそれで毛先とのグラデーションを作っていくっていうような感じです。スローカラーのこのオキシ増やす方法はすごい簡単にグレージュが作ることが、ベースさえできてればなんですけどもできます。で多分グレーカラーの3番が結構根元の方いい感じにブルーブラックにこうブルー入れてるんで発色してくれると思うんで、伸びてきた時自然ですね。はい、それと注意すべき点なんですが、毛量が他の動画でも言ってるんですけど、髪の量は根元よりも毛先の方が少ないと思うんで、少ないところは簡単に塗れるんですけど、生えてきてる毛っていうのは毛量が2倍ぐらいあるわけですね。なんでここの浸透率が非常に低いので、ここを手でしっかりなじませていかないと、ムラというか塗ってないところ出てきちゃうんで、ここは本当に手でなじませていくような感じでですね、泡が立つような感じですかね。こんな感じでしっかりこの部分をなじませていかないと、後で仕上げた時にそこだけ色が入ってないってことがすごくあるので気をつけてください。